はいどうもゆうきです。ゲンガー一匹縛りでポケモン赤実況続きやっていきましょう。これ結構進んできて今バッチ4つ持ってんすよ。もうバッっていうかさ、これプロフィール画面で京とか夏目とかカツラとか合ってない状態でも見れたんだねこれ。この要素初めて知ったんだけど、普通に知らなかったんだけど、こんなんあったんですね。まあまあまあそれは置いといて、とりあえず今回はジムリーダー行くんじゃなくってロケット弾をぶっ潰しにかかんなきゃいけないんですよ。やっぱりね、ポケモンタワーはうちのぼっちくんが生まれた場所でもあるんで、そこをなんとかしてあげたいっていうところもあるんで、俺はお前だよ。俺はこのポスターを見張ってるのだ。邪魔をすると痛い目に合わせるぞ。いや、お前ゲームセンターの中で急にバトル始めんじゃねえよ。まあでもよく考えたらここで喧嘩売り出したこっちの方がやばいかもしれないですけど、このままではロケット団アジトの存在がバレちまう。ボスに連絡しなくては。帰れ帰れ。いや、そっち帰ったらわかるやろ、そっち。あ。ポスターの裏に秘密のスイッチを見つけた。押してみよう、ポチッとな。こっちだってもう一方通行というかもう、これ行き止まりだもん。そっち行ったらなんかあれってバレるやん。考えろ、ロケット団団員。ちゃんとボスのこと考えてあげて。そう、この BGM が常盤の森と酷似してるっていうことでね。ちょっとよかったら聞いてみてください。んで、そうなんすけど、とりあえずここの中でボスのところをめがけて頑張って進んでいきたいと。穴抜けの紐でここ抜けられるの普通に謎ですけどね。まあ、ボスのところを目指して移動しましょう。しまった。せっかく隠しておいたエレベーターの鍵が。あ、オッケー、オッケー、鍵ゲット。よし、え、持ち物いっぱい？この頃ね、持てるもの少ないんすよ、めちゃくちゃ。そんなに持ってないはずなんだけどな。しょうがねえ、毒消し捨てるか。じゃあ、2個捨てないと枠開かないんだよ。じゃあ毒消し捨てて、そう、この頃ね、ちゃんとカバンの中が常識的な容量なんですよ。今の非常識な容量とは違うんですよね。でもこれで OKOKOK。こっちのアイテムは何なの？こっちは？ほーら、すぐ持てなくなるの、こうやって。困るんですよ。だからね、最近のポケモンって本当に遊びやすくなったんですよ。この動画を見てる、この動画を見てる子供たち。やりやすいんだからね、最近のポケモン。マザマシン02ってなんだ、これ。これ何？これは？かまいたちの夜に？あ、ここエレベーターっすね。え、ちょ、何回言って押した今。ちょっと待って、何回言って押した？連打しちゃってたわ。一番下行きゃいいよな。一番下は？地下4階。ここだ、ここだ。いや、もう昔はね、連打するとすぐ飛んじゃうんすよ。さあ、ここに来ると、なんか怪しい部屋がありますね。なんか目の前通っても、もう無視されますけどね。あ、お前、お月見山で化石探しの邪魔したやつだ。おお、懐かしいな。誰だっけ？オッケー。二人ともまとめてこっち向いた。サカキ。お前、ちょっとベジータみたいな髪型になってるな、サカキ。やろうぜ。ほほ、こんなところまでよく来た。世界中のポケモンを悪巧みに使いまくって金儲けするロケット団。私がそのリーダー、サカキだ。私に歯向かうなら、痛い目に遭ってもらう。まあ、こっちはな、言うこと聞くようになったボッチくんがいるんだぞ。そんなボッチさんに勝てると思ってんのか、お前、ベジータ。超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを。さてと、まずは、あら、イワークですか。いいんですか、そんなポッポと攻撃力一緒みたいなやつ使っちゃって。ナイトヘッドさんはね、そんな防御力意味ないっすからね。はい、2発。おー、やべえ。ナイトヘッドのポイント切れた。しょうがねえ、じゃあ催眠術だな。催眠術一回使いの夢食いで削っていくと。オッケー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 。いや、夢食い覚えといてよかった。10万ボルトだけだったら お前、硬そうなのばっかだな。みんな夢食いか？まあ、夢も現実も食ったるわ。起きんの早っ。目覚め良すぎ。もう一回夢食いだ。てか、よくこんなに催眠術当たるね。ぼっちめっちゃ催眠術当たるやん。え、めちゃくちゃ催眠術使いじゃん、お前。あ、ガルーラ、うわー、かわいいな。でも、親子ガルーラとかね、かわいくない値段してるんですよね、あれ。オッケー、ガルーラも撃破。サカキくん、まだまだだね。ぼっちの力を舐めちゃいけないよ。いやー、そんなバカな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。君はとても大事にポケモンを育てているな。まあ、一匹だけね。そんな子供に私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいものだ。またな、サカキ。これは？あ、シルフスコープ。これで幽霊見えるようになりますね。ほんじゃまた、ポケモンタワーリベンジする前に、今度はちょっとちゃんと喋ろうか。死んだピッピのことが忘れられん。いかん、涙が出てきよった。いや、ポケモンちゃんと愛してるんですね、この人たちは。あなたもお墓参りに来たの？ポケモン思いの男の子で。いや、うちの子死んどらんわ。いや、わからん、ゲンガーはどうなんだろう？どういう扱いなんだろう？ああ、私のガーディー、どうして死んでしまったの？
いや、初代のポケモンにこういう要素入れるの、ちょっとすごいよね。私は祈祷師、どうも上の階に迷える魂を感じる。今日はそれを救いに来ました、私。ポケモンタワーは死んだポケモンを慰めるため建てられた塔です。ポケモンも命があるんですね。なんか、知った顔の男がいますね。知り合いっぽいですね。おう、ユキ、こんなところへ何しに来たんだよ。お前のポケモン死んだのか？アホか、生きてんじゃん。だったらせめて戦闘不能にしてやるか。かかってこいよ。で、今までパーティーで連れていたラッタが、ここだといなくなっているっていうところから、ラッタはね、亡くなっちゃったんじゃないかみたいなのがあって。それ、王者の祭典のお話であるんですけど、すごい好きなんですよね。さて、じゃあ行きますか。とりあえず、ピジョンは、まずは焼き鳥にしていく。オッケーオッケー。はい、10万ボルトぶち込んでいく。だいぶね、なんかレベル差ができたというか、こっちが有利になっちゃいましたよね。ライバル君も旅に出て強くなってるはずなんですけど、いかんせん、ぼっち君ずっと一人ぼっちで戦ってるからね。あ、たまたまいいポケモン連れてますね、あなた。まあ、ただ、あー、これも抜けた。いいね、いいね、いいね。ぼっち君は次、レベル50で言うこと聞かなくなっちゃうから、そこまでになんとか次のバッジ2個分はゲットしたいんですよ。ちょっとね、あんまり戦闘してるとまずいと思うんで、こういうイベント戦以外はやりたくないんだけど、残り6とかね、意外と1匹で戦ってるとすぐなんですよね。はい、カメールも最後10万ボルトで抜いていくと。いや、マチスさん、本当にいいもんくれた。マジで10万ボルト助かってる。これありがたい。オッケー、グリーン速攻ですよ。あ、畜生やりやったな。せっかく手加減してやったのに手加減してたの。ダメだよ、そんなことしちゃ。おい、ところで、ポケモン図鑑はどうだよ。いや、そっちはちょっと振るわないっすね。俺なんかカラカラ見つけたもんね。大きい方のガラガラが見つからねえんだ。どこかな。あー、きっともうこの辺にはいないな。じゃあ俺も行くわ。お前と違って、俺忙しいからよ。じゃあな。いや、それガラガラのフラグを立てていくな。あ、来た。立ち去れ。ここから立ち去れ。来た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 。幽霊。かくしてその正体は、シルフスコープが幽霊の正体を見破った。あ、野生のガラガラが飛び出してきた。ガラガラのお母さんなんすよね。ちょっとこれゲットできんのかこれは。一旦ナイトヘッド打ち込んでいく。おー、微妙。ちょっと待って、そのラインの HP 残るのちょっと厄介だな。催眠術使って、俺ボール持ってたか？ボール持ってたか？ボールあるよな。ボールある。ボールがない！しょうがない。カラカラのお母さん、安らかに眠ってくれ。夢食いだ、ぼっち。せめて安らかに眠らせてやれ。ゆっくり寝てくれ、ガラガラ。オッケー。君は血となり肉となり、ぼっちは先に進む。幽霊の正体は、カラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は、無事天に昇って、消えていきました。別にこれ俺が倒したからってわけじゃないよね。これ、多分イベントだから関係ないよね。僕、別に悪いことしてないよね。大丈夫だよね。何してんだ、ロケット団。なんだお前、何しに行く。こっちのセリフじゃん。オッケー、もうロケット団全員倒したわ。奥にじいちゃんいるわ。な、富士老人。え？私を助けに来たんですか？いや、ガラガラ、どっちかっつうとガラガラメインで助けに来た感あったんだけど、なんかそんなこと言われたらね、あなたですって言わなきゃいけないような感じするやん。どうもありがとう。でも私は、カラカラのお母さん、ガラガラの魂を慰めるために進んでここまで来たのです。ああ、どうやらガラガラも天国へ向かったようですね。せっかくここまで来てくれた君にもお礼をしなきゃね。ではこれから一緒に家へ行きましょう。ポケモンハウスはこのタワーの麓です。まあ、あなたいない間に行ったけどね、ここ。じいちゃんは？じいちゃんは？じいちゃん目やべえな。どんな目してんだ、じいちゃん。さて、ゆうきくん。ポケモン図鑑作りはポケモンに対して深い愛情がないと完成は大変難しい。まあ、ちょっとディスってないか？それ愛情がないからお前図鑑未だに12匹とかなんだろって言いたいのか、お前。お前それディスだぞ。その助けになるかわからんが、これをあなたに差し上げよう。荷物がいっぱいだ。ダメじゃん！お前荷物いっぱいじゃん！差し上げてくれないじゃん！これ捨てて、じいちゃんこれでもらえる？もう同じようなディスリーやめて、同じ、まだ、ちょ、やめて。あ、ポケモンの笛ありがとうございます。これでカビゴのところ進めますね。ポケモンの笛を吹くと、ぐーぐー眠ってるポケモンでも元気が湧いて飛び起きる。ポケモンが居眠りして困ったら使ってみなさい。ありがとうございます。じゃあ行くしかねえな。この血湧き肉踊る、ゲームコーナーに。いや、やるしかねえだろ、こんなゲームコーナーがもう絶頂期の時代にさ。ただね、ここね、コイン買えないんですよ。買いたいんですけど、コインケースがないんですよ。ロケット弾稼ぎたいんだったら、コインケースぐらい売っといてくれよ。
ってことでね、コインケースがここの食堂のおっちゃんが持ってるんですよ。笑ってくれ、ゲームコーナーですって一文無しになっちまった。カイジかな。もうスロットはやらん、地道に働くぞ。というわけでこれはお前にやる。おっさんから、おっさんからって書いてあるな。おっさんからコインケースをもらった。おっさん、有効に使わせていただくよ。さあ、軍資金も稼いだ。もうコインも買った。ケースもある。やるか。スロットマシーン。お、いいね。笑顔が出ましたね。コイン3枚掛けでしょ。こんなんね、3枚しか掛けるもんないんすよ。てか、ピカ、お、コイキング早速。てか、ピカチュウじゃなくて普通にネズミいるんだよな、これ。普通のネズミなんだよな、もはや。これ何なんだろうな。いや、でもここでね、当ててやりますよ、僕は。777を。当たれ。来い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 。コイキング。二度と遊びません。